ウロラのお時間になりました本日のテーマは「ドリームアカデミア」開校から8年目ということでいや今日ですねこの収録が終わったらあの毎月ね講義の方を作ってるんですけどもそれを作ろうかなと思っていて、まあ、今月の講義がですね感情を揺さぶるステップメールの書き方ですね4月の勉強会がでまあこれをねあの今回作ろうと思った理由が まあまあまあ自動化とか仕組み化したい人がまあ多いですよね、うん、多くないですかと、うん、かまあそこに憧れてるところがあると思いますのででまあそれを自動化とか仕組み化する上で大事なのが、まあ、ステップメールをしっかり作る、まあ、今はねステップラインみたいなのもありますけども,、まあ、も僕はもうステップメールでいいんじゃないメルマガでいいんじゃないかなと思います でなんでメルマガでいい,いいと思える理由としてはまあ今この令和の時代ですよねで僕がネットビジネス入った時からまあメルマガみたいなのあったんですけどもステップメールっていうのあったんですけどもまあそっからまあ何年前だもうでも10年ぐらい経つから LINE 入ってきてうん一番最初はね LINE が入ってきた時ってやっぱ LINE 熱かったんですよでなんでかっていうとライバルはあんまりいなかったっていうのはあるんですよねうん要はそのめ目新しさがあったんですよ で今目新しさ全くなないいじゃないですか,なんかスーパーでも LINE やってますよね。<laughs> どうすかそこら中 LINE やってるので、もう目当たりしさ0、目当りさ0%ですね。なので、まあ、いろんなところに結局、LINE とかも別に普通に登録しちゃってるので、なんか、到達率はいいですよ。到達率はいいんだけども、あのー、結局ね、僕はメルマガでいいかなっていう。うん、ただ、到達率だけで見るんだったら LINE はいいですけどね。 ータス率だけで見るんだだったら、うん、だけどその自動化仕組み化するんだったらメールの方が僕はいいと思いますねでプラスこの令和の時代ですよまあよくもう今年嬉しかったこととして、まあ、よく嬉しかったんでねすごいあの事例として出しますけどその25歳の子が1億行きましたけど彼もマイスピーのメールマガステップメール LINE やってないですからねそう。 前ね、熟成さんで俊英君か、俊英君がその、この時代にメルマガって大丈夫なのかなみたいな。やってみますってやってやって、メルマガで普通に売れてっていう話で、<laughs> あこの時代でもメルマガいけますみたいな。で、その1億いった子も、誰がメール見るねんって最初思ってたみたいならしいんですよ。<laughs> やっぱ時代的にやっぱ LINE ちゃらいいんじゃないですか、ね。で、メールって読まれるのかなみたいな。でもまあ、蓋を開けたらね、メールで売ってるわけですから。<laughs> メールと未だに縦長のセールセレターですよね？だからまあ今このご時世、このご時代の直近の事例でもまあメールマガステップメールでまあそれぐらいあの売上作れてはあるわけですからで、あとね。メールアドレスがなくならないと僕は思うんですよね。なんかね。今 amazon とかまあ？ なんだろうなインターネットで買い物するって結構当たり前になってきてじゃあインターネットで買い物した場合ってじゃあその注文確認メールとかが届くわけじゃないですかその注文確認メールがメールじゃなくて LINE に全部変わるのかっていうと多分それないと思うんですよだから必ずメールアドレスっていうのは保有してるしまあネットショッピングとかあとはログインとかねログイン情報とかメールアドレス入れたりとかするからまあメールアドレスがなくなることはないかなと思いますよね で、あとメールの場合はね、あの、LINE と違って、文章をがっつり書けるんですよね。LINE の場合だと500文字、500文字、500文字みたいな感じで、多分マックス1500文字ぐらいしか送れないんですよ。で、メールとかは別に制限そんなないので、ま、ずっと書けるんですよね。だからまあ自動化する上ではまあメールマンが一番いいかなと。ただそのメールの内容がどう書いてるのかによってやっぱ全然違うんですよね。うーん。 で、まあ、今回ブログで書いたのが、えっ、ー、と、まあ、誰に書くかですよね。まあ、この前もね、まあ、そんな感じの、まあ、記事を書いたんですけども、まあ、ブログ、まあ、これは、あの、別にステップメールとかじゃないですよ。ブログ毎日更新してるやつなんですけど、なんだ、まあ、処女の悩みってやつか。で、その処女の悩みってやつ書いたら、その誰に書いてんのかっていうところですよね。で、で、その後フィードバックもらって、あの、すごい感動しましたみたいな。 ただのブログの文章なんですけど、まあ感動しましたみたいなフィードバックいただいたんですけども、その要はどう書くか、まあ結局どう書くかより誰に書くかっていうところで、じゃあその誰っていうのはどこまで僕がやってたのかっていうのはね、ちょっと書いたんですけど、ブログで書いたのはその誰に書くかっていうことでターゲティングですね。ターゲティングで例えば、 ブログで書いたのが、じゃあ、フォーカスして、ね、だ、誰に書くっていうフォーカスで、まあ、50歳でお腹をぽっこりしてて、 会社では迷惑ががれていて、窓際族で、いつも生活はパッとしなくて、食事はコンビニ弁当ばかりで、いつも家は散らかっていて、ぼーっとテレビを見ながら過ごしていて、でも心の中では将来不安があって、でも自分には良くて、でも自分には弱くて、相手には厳しくて、ワイドショーとか見ると、いつも心の中でヤジを言ったりして、だけどすごく孤独で寂しくてでた、ま、たまにその孤独と寂しさを耐えられなくて、風俗に行って、で、その風俗の温かみにはまって、 付けば風俗にお金使いまくっっちゃってるでああもっと金があればみたいに思ってるとかねまあまあ今簡単なあの一例ですけどもなんかもうそこぐらいまでもうターゲティングというかその,そのイメージしちゃうんですよねうんもう細かくですめちゃめちゃ細かくあのターゲットの,そのイメージですよねうんで結構ねやっぱねあのメルマガってその まあ、リスト数が増えたらね吉野さんそれってそのリストが増えたらそのいろんな人いるじゃないですかみたいなねまあそうなんだけど <laughs> なんでいろんな人がいたとしても気にしないってことですね気にしないっていう <laughs> いろんな人がいたとしてもあのひと一人に刺されば一人に刺さ一人に刺せないものはみんなに刺せないんでみたいな考え方ですよね うん、た,ただですよ。ただ、ただし、自分のリストの、その、ある程度のね、あの、年齢層っていうのは理解する必要性はありますよ。例えば、うん、なんだろうな、小学生、まあ、ないとは思いますけど、あの、リストの9割が小学生ですっていうふうなデータが分かってるんだったらですよ。 自分が保有してる顧客、あの、その、見込み客のリスト、見込み客にはならないと思いますよ。小学生がお金払えないから。まあでも、その、リストの、その9割が小学生だっていうことを理解しているんだったら、その、小学生に書くべきですよね。その、50歳向けに書くべきじゃないですよね。だそれは、ある程度の、その、一定層のデータっていうのは取ればいいと思うんですよ。ね、お客さんのど、どういう層がいるのかとか。 まあ YouTube だったらね、まあある程度そのな、何、何歳が見てるのかとかも出てきますね、アナレティクスね。まあメルマガのリストだったらその別にアンケートとかも取ろうと思えば、ねね、年代とか聞けばいい,いいわけじゃないですか。うん、で、まあもちろんそれがもし、その、吉田さん20代もいます、30代もいます、40代もいます、50代もいます、60代もいます、もう均等にいるんです。均等にいる場合はどうすればいいんですかっていう場合は、じゃあその順番で書けばいいじゃないですか。順番で。 じゃ、今日、だから、その、いついつ、今日は、まあまあ、ステップメールだからちょっと違うか。ステップメールの場合は、ある程度のペルソナを作あの、ターゲティングしないといけないんですけど、日韓とかのばもし日韓とかの場合であるならば、その、今日はこの層に刺す、みたいな話ですよね。うん。ただ、ステップメールで自動化していく、もう作り込んでいくんであるならば、もう、ある程度の、もう決めちゃった方がいいですね。うん。なんか、例えば、ステップメールでね、 例えば、ステップメールで、まあ、これもないと思いますけど、最初の1通目とかがね、小学生に向けて書いている。で、2通目はこの60歳に向けて書いている。なんか、ぐちゃぐちゃになるじゃないですか。だからもう、ある一定のね、あの、まあ、多分大体ですよ。まあ、すみません。僕のジャンルだと、僕のジャンルだと30から上の人なんで、大体。お金に困る。20代ってあんまいないんですよね、正直。 うん、20代でお金のことをすごく気にする人ってあんまり僕の経験値からいないんですよね。やっぱ30代超えて家族持ったりとか30過ぎても給料上がってなかったりとか40とかでも派遣とかそういう状況になってくるとお金に対してのその強いこのフラストレーションがどんどん出てくるので20代の時って別になんか遊んでるし そんな将来、将来なんか、老後のこととか20の、20歳の時で老後のこと考えてる人めちゃめちゃしっかりしてますよね。どうすか <laughs> ?20 代で老後のことめっちゃ考えてます、みたいなね。<laughs> 老後のために、みたいな。投資、みたいな。そう。あんまいないんですよ、そう的には。 これはまあ僕の経験上ですけどね。ただまあ最近はね若い子もやっぱ情報が昔に比べるとめちゃめちゃ情報にリーチできるようになったんでその興味も若い子も要はリーチができるようになったその情報をつかめるようになったんでスマホでね。昔はそのなんかパソコン一家に一台の時代はその大学生がパソコンを持つとか無理なんですよね。まあまあスマホもなかったしね昔は。 だから、その、パソコンをそもそも保有してるっていうのが、大人しかいなかったんですよね。でも今、もう、高校生、大学生とか普通にスマホ持ってるじゃないですか。だからもうリーチできるんですよね、情報に。なんで、昔に比べると、若い子がお金に対しての興味っていうのは非常に、昔に比べると、持ってきたかなと思いますね。まあ、あとは、その人の発信の仕方、広告の出し方によって、まあ、そうは分か、分かれてくると思いますけどね。 まあそれはまあ自分が持ってるそのね、えー、リストだったりとか発信の仕方とか、まあ、それで、あの、データ取ればいいと思うんですけど、とにかくまあ、その、フォーカスするってことですね、人、大体を、あの、X っていうのを作るってことですね。X っていうターゲティングを作って、で、そこの X に対してしっかりと書いていくって感じですね。うん。だけどね、それがね、そのフォーカスできてないと、結局ね、書き方、 にっちゃどうう、まあ、ういいい書き方をすればいいのかになっちゃうん,で,すよ、ね、うんで、みんな書き方を知りたいんですよ。で、書き方を知りたいから、まあ、ね、ドリアカの、その <laughs>、タイトルもね、今回、感情を揺さぶるステップメールの書き方みたいなテーマにしている。で、そのテーマにしている理由は、書き方をみんな知りたいからなんですよね。まあ、講義だよね、もっと深掘りして、いろんな、まあ、書き方もなんか、 いろいろ話テクニックある的なところもいっぱい話していこうかなと思いますけど。まあ本質のベースはここだよっていうのを書きました。そう。ま毎月ね、ドリアカのその新作講義は大体1時間ぐらいか。そう、1時間の講義はね、ブログに全部書き上げられるかっていうと結構しんどいので <laughs>。うんあ。まあ、ポイントだけ書きましたけど、大事なとこここだよみたいな話ですね。そう。 でもね、ここがやっぱね、なんだろうな、あれなんです僕もそうだったんですけど、絶対多分書けない人って、絶対陥ってる罠があって、パソコンに書いちゃってるんですよね。パソコンの画面に書いちゃってるんですよ。これね、マジであるあるだと思います。だって実際僕もそうだったし、多分みんなそうなんですよ。パソコンの画面に文章書いてるんですよ。これ超大事。そのこれね、ブログにも書きましたけど、みんな書けない人って、パソコンの画面に文章書いてるんですよ。 いや、吉田さん、ことは当たり前じゃないですかって <laughs>。いや、そうなんだけど、要は、パソコンの画面に書いてるは書いてるけれども、読み手がいるわけじゃないですか、結局のところ。わかります。それは、その、その、ワンクッション、ツークッションあるだけで、結局その文章は誰が読むのって話で、そのあい、読み手がいるわけですよね。だから、その、パソコンの、要は、画面を見てるんだけども、もう、マインドセットというか、イメージの中では、パソコンに書いてないんですよ。 パソコンとかに書いてなくて、その X に対して自分が作ったターゲティングに対してメッセージを伝えるっていうことで書いてるか書いてないかなんですよね。でも多くの人ってその X がもうビジュアル化されてない、現実、あの、すごくリアルになってないから、パソコンに書いちゃう、パソコン画面に書いちゃうんですよね。そう、パソコン画面に書いちゃってる段階では絶対無理ですね。申し訳ないんですけど、パソコン画面に書いてるフレームだ、フレームで、 その、例えば1億稼ぐ、ステップでね、1億稼ぐとか絶対無理ですね。うーん、そう。でもそのフレームはね、抜け、まあ一番最初みんなそこは陥るんですけどね。でもそこはね、抜け出さないと、あの、稼ぐ仕組みっていうのは、まあなかなか作れないですね。ステップメールでこう、感情を動かしてこう、売るっていうのは無理ですね。パソコン画面に書いてるようじゃん。うん まあ、あす、あくまでも、じ、事実、パソコン画面には、あの、モニターにはか、そのね、なんかテキストエディターとかにそういうとこ書いてんだけど、うん、その、なんだろうな、書きながらも相手にも、なんか伝えてるよみたいな感じですよね。だからもう、なんだろうな。うーん、まあ僕もね、いっぱい動画撮りますけど、あの、なんだ、一緒なんですよね、ロ、ロジック的には。要は、事実としては、誰もそこの目の前にいないんですよ。事実としては、 目の前にあるのは、目の前にあるのはでしょただの無機質なカメラなんですよ、うん。うん。事実としては <laughs>、目の前にカメラしかないんですよ。無機質なね。喋ってくれない。なんだけど僕はなんでその動画をたくさん撮れるのかっていうと、結局そのカメラの向こう側の人をイメージできてるから喋れるっていうところが結構ベースとしてあるんですよね。カメラに話しかけてないんですよ。 カメラを通して見てくれてる人をイメージできるから喋れるんですよ。よくね、この、まあこれ書き方の話なんですけど、喋るもそうで、相手がイメージできない、そのカメラに向かって一人言言えるんだったら結構、すごいですよね。<laughs> カメラに向かってなんか一人言ブツブツ言うみたいな。<laughs> 薬物やってんじゃないかみたいな話ですよね。うん要はその カメラの向こう側の人に伝えてる。まあ、く。あの、今、現実でリアルで目の前にね、人は座ってないんだけど、なんだけど、えー、イメージしてるから喋れる、伝えられるっていう話ですよね。うん、いやこれ結構、これがまあまあ、ほ、ま、ん、あ、コアな大事なとこかなとは思いますけどね。書けない人はもうそれができてないので、そもそも論として。うん、で、もっとね、具体的な、そのテ,テクニックもありますよ。その 実際の書き方っていうところの部分もね。うん。まあ、そこら辺はちょっと今日がっつりいろいろとお話しようかなと思います。はい。な感じですかね。はい。でね、今日でドリームアカデミア、そうそう、ドリームアカデミアはね、あのー、ちょっとお高いですけども、ドリームアカデミアあ、月収30万円ボックスか。今日で販売終了しますので、えー、塾には興味あるけども、ちょっと値段があっていう場合は、 月収30万円ボックスドリームウェアカデミアの内容いいので、そちらを勉強していただければなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。